仕事でのストレスを紛らわすために毎日夜のお酒は欠かせないという人も多いのではないでしょうか。お酒を飲むにあたって気になるのがお酒を飲んで太ることですよね。お酒で太るのは飲み会などでつい飲みすぎたり、揚げ物や脂っこいものが進みやすいために太るケースが多いです。しかしお酒だけでもそれなりにカロリーが高く、消費されずに余ったカロリーは脂肪として体に蓄積される原因となります。またお酒にも様々な種類があり、太りやすいお酒と太りにくいお酒もあるため、特にダイエット中は太りやすいお酒の大量摂取は避けたいところです。今回はダイエット中には避けたい太りやすいお酒と太りにくいお酒についてご紹介します。太りやすいお酒とは、1. ビール。飲み会で初めの一杯として定番のビールですが、ビールは糖質も多く太りやすいお酒の筆頭とも言えます。 500ml の缶1本でカロリーが 200kcal ほどありますので、ご飯1杯を食べるのと同じようなものです。もしダイエットを気にしている場合は、糖質制限されたビールを飲むと良いでしょう。糖質カットされたものや糖質ゼロのビールも売られているので、それらはいくらかカロリーが低いのでおすすめです。 2. 日本酒。日本酒はお米から製造されているため糖質が多く含まれています。日本酒1合だけでも約 100kcal あるので、1合飲むだけでもご飯を1杯食べたのと同じくらいになります。夜のご飯のお供に日本酒を飲むという人は糖質だらけの組み合わせになるので避けた方がいいでしょう。 3. 缶チューハイ。缶チューハイは砂糖も入っており、アルコール度数が高いものでもジュース感覚でスイスイと飲んでしまいがちですよね。しかし缶チューハイは太りやすいお酒ナンバーワンですので、ダイエット中の方は避けるようにしましょう。砂糖も入っているのに加え、アルコールの量も多いため、さらに高カロリーになりやすく、350ml の缶1本で 250kcal 以上あるものまであります。太りにくいお酒とは？逆に太りにくいお酒もあり、体脂肪が気になるけど、どうしてもアルコールを摂取して気分を晴らしたいという人は、ここでご紹介するお酒を飲むと良いでしょう。1. ワイン。ワインは 100ml で約 80kcal とそれほど低いわけでないですが、ビールやチューハイのように飲む量やスピードもそんなに速くはないはずです。ワインにはポリフェノールが含まれており、その抗酸化作用により体の酸化を防ぎ、血行促進作用も期待できます。 2. ハイボール。ウイスキーの水割り。ウイスキーもダイエット中にはおすすめで、原液は 100ml で 240kcal ほどありますが、水で割って飲めばそれほどカロリーは高くありません。ウイスキーを炭酸水で割ったハイボールもおすすめで、甘さのない炭酸水で割って飲めば炭酸により満腹感も得られるのでおすすめです。またウイスキーと同じ蒸留酒であるジンやウォッカ、テキーラもウイスキーと同様に水や炭酸水で割って飲むのも良いでしょう。以上、いかがでしたか？飲み会などでお酒を飲むと、あとは家に帰って寝るだけという場合が多いと思います。その場合、確実にダイエットにはプラスではないので、お酒と一緒に料理を食べ過ぎたりしないようにするのも大切です。また、ご紹介した太りにくいお酒を選んで、料理もお酒の量も控えるといったことに注意しましょう。ぜひ参考にしてみてくださいね。